タンパ国際空港はアメリカ合衆国のフロリダ州タンパに位置する国際空港である。タンパ国際空港は美しいと有名であり、赤と青で分類された単純な構造は評判が良い。IATA 空港コードは TPA である。この空港は国際プラザ、ウェストショア地区に位置している。国際プラザとベーストリートはタンパ国際空港からの到着及び、 出発旅客にほとんど独占的にサービスしている高級ショッピングモールである。タンパ国際空港のランドサイド、エアサイドターミナルの形式は世界で初めてのものであった。中央にランドサイドターミナルが位置しており、チケットカウンターと手荷物受け取り所がある。それを取り囲む4つのエアサイドサテライトで登場が行われる。エアサイドはそれぞれ高価のピープルムーバーで、 ランドサイドターミナルに接続されている。現在使用されているエアサイドは4つである。エアサイド B はかつてイースタン航空が運航を中止して以来空いたままであったが取り壊されて手荷物取扱い施設に置き換えられた。エアサイド C は最近建て直しが完了し再オープンされた。エアサイド D は将来の拡張までに取り壊される予定である。エアサイド A、C、 EO 及び F は最新の設備であり EO 及び F には国際線も発着する新しい滑走路は晴天の状況下で増加する要領で計画されていて2番目のターミナルは2010年代に建設される手荷物受け取り所とチケットカウンターは赤と青に色分けされている各航空会社はランドサイドターミナル内での配置によって北側が赤 南側が青になっている。閉鎖中。ありがとうございます。